はい、こんにちは。今日はですね、車の中からのね、ちょっと撮影なんですけど、はい、本日はですね、私の読書方法というのをですね、ご紹介してみたいと思います。今こちらにね、映してますのは、Amazon の Fire タブレットの方ですね、Fire HD8 なんですけど、今ね、ここね、私はね、今ね、ちょっと読んでます本、それからね、これから読もうと思うね、本をね、映しております。一冊ちょっとね、変な漫画が一冊ありますけど、基本的にはね、ビジネス系の本であったりとかね、あとは自己啓発系の本、まあ一部ね、小説なんかもあったりします。でね、私なんですが、月にね、だいたいまあ20冊ぐらい本を読むですね、自称読書家でございます。まあなんかいろんなね、ネットのニュースなんか見るとね、月に1冊以上本を読む方っていうのはね、日本人の中でね、ほんとね、少ないということで、でしかも月に5冊以上本読む方っていうのは、なんかね、日本人の中の数パーセントしかいないということなんで、まあ月に20冊の本を読むってなると、かなりレアなね、キャラなんだと思います。まあそれは、まあ自称、まあ読書家と言ってもね、いいんじゃないかなと思うよね。はい。まあ、あくまでも自称なんですけど、まあ、そんなね、本大好きな私なんですが、実は、私ね、言ってもね、読書歴はまだ3年目でございます。まあ、実質2年ちょっとぐらい、2年と数ヶ月ぐらいですか、2、3ヶ月ぐらいということで、それ以前までは、読書なんてね、ほとんどしたことはありません。多分ね、今ね、私44歳なんですけど、この44年間、まあ、40年ちょっとで、一冊ね、こういうね、この辺に並んでるようなね、こういう、まあ、いわゆる、まあ、本なんかをね、書籍を読むっていうのは、多分ね、それまではね、人生40年の間に、まあ、5冊読んだか読んでないかぐらいなね、感じでした。まあね、そんな私が、まあ、なぜ本をね、急に読み出したかっていうのは、まあ、この辺はね、ちょっとね、話をね、し始めると長くなるんでね、このね、動画のね、概要欄の方にでもね、私のブログのリンクをね、貼っときますんで、そちらをね、チェックしてもらいたいなと思うんですけど、まあそんなね、実際読書歴はね、浅い私なんですが、ね、やっぱりこうね、月に20冊、まあいろいろ本を読んでるとですね、なんかね、うまくね、効率よく本が読める方法がないのか。で、しかもね、まあ私の場合ね、ここね、並んでるように見ていただけるとわかるんですけど、どちらかというとビジネス系の本であったりとか、あと、自己啓発系であったりですね。まあ、あとは、そうですね。まあまあ、その辺かな。まあ、そういったビジネス系とか自己啓発系、あと、まあ、教養系のね、本とかが多かったりするんですけど、まあ、こういった本読んでるとですね、まあ、できればね、ただ読むだけじゃなくて、実際ね、生活の中に生かしたいな、っていうふうにね、思うんですよね。まあ、ただね、その、毎月20冊も読んでると、まあ、だんだんね、なんかね、何の本を読んだかね、わかんなくなっちゃうんで、なんかその辺ね、こう、インプット、アウトプットか、インプットとアウトプットがうまくできる方法ないかなと思ってね、いろいろ試行錯誤しております。でね、今ね、最近ね、ちょっとね、こだわってやってる方法なんですけど、本を読む際にですね、まあ、最初にですね、目次をですね、じっくり読む。というところを最近は始めております。まあ今まではですね、まあ本をね、開くとですね、まあパラパラとめくる中、最初からずっと本を読んでたんですけど、するとですね、なんかね、まあ本を読んだっていうのは読むんですけど、なんかあっちゅう間にね、終わってしまったという感じで、で、しかもね、自分のね、頭の中にね、残らないなというふうなね、感じがね、ずっとしてたんですよね。で、最近なんですけど、まあ、いろんな本読んでると、まあ、本っていうのは目次をしっかり読むのがいいよっていうふうにね、書いてるね、本が多かったので、じゃあちょっと目次をしっかり読もうということで、目次をですね、そうですね、まあ、30分くらいかけてですね、じっくりね、読んでおります。まあ、目次に30分かけるって、そんな、読むほどじゃないじゃんっていうふうに思うかもわかんないですけど、私のね、目次の読み方としては、まあ、目次に書いてることを読みながら、この、まあ、この章はこういうこと書いてるのかな、こういうこと書いてるんじゃないかな、ここ重要じゃない、この章は一番重要じゃないかなと、この章は逆に読み飛ばしてもいいかもわかんないなとか、まあ、その辺をね、いろいろね、考えながらね、妄想を広げながらね、目次をね、じっくりね、見ております。まあ、するとですね、30分も目次見てると、まあ、だんだんね、早く読みたくないんですよね。まあ、そういう気持ちも抑えながら、目次をじっくり、読んでいくと。で、まあ、30分くらいね、いろいろとね、ああだこうだね、頭の中で妄想を始めてから読み始めると。いう風にすると、なぜかね、目次をじっくり読んで本を読む場合と、
目次はすっ飛ばしてそのまま本文、まあ、本文に入る場合とではですね、どうもね、頭の中へのインプットの方法はね、違うのかなというふうに思ってます。で、まあね、そしてね、読みながらね、あ、ここなんか大事だなと思ったらですね、まあ、こういう Kindle の場合にはね、ハイライト機能という、こう、で、いわゆるマーキングする機能があるんでね、マーキングしながら、そしてさらにね、大事な、部分に関してはね、エバーノートにね、メモを取ったりとかですね、あとね、ツイッターに投稿なんかしているっていう感じでございます。まあ、あのね、目次を読みながら、本を読むっていうのはね、非常にね、うん、これはなかなかね、確かにいいなというふうに思ったんでね、またね、皆さんもね、ぜひね、やってみていただければなというふうに思います。はい、じゃあ今日はですね、私の読書方法としまして、目次を最初にじっくり読むのはね、すごくいいよというお話をしてみました。今日の動画がね、参考になりましたら、ぜひ高評価、またチャンネル登録、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。